皆さんこんにちは、 SNK の小田康之です。今回も、SNK の最新情報を、お送りしたいと思います。最初の発表ですけれども、先日ご案内しました KO15 の、公式トレーラーの発表日時が、決定いたしました。こちらです。この SNK 公式 YouTube チャンネルで、公開しますので、チャンネル登録お願いします。そしてもう一つ、本日より任天堂スイッチで、ネオジオポケットの人気作品ガロー伝説ファーストコンタクトを配信開始しました。ガロー伝説ファーストコンタクトは1999年にネオジオポケットカラーで発売された対戦格闘ゲームです。アーケード版の RB2 をベースにしており、ビッグストラドとリーシャンフェイが登場します。もちろんギースやテリー、シラヌイマイなどガローシリーズでおなじみのキャラクターたちも登場します。ゲームシステムとしては初心者でも楽しめるようにワンラインバトルを採用しており、超必殺技を上回る潜在能力で一発逆転が狙えるのが特徴です。さらに隠しキャラクターとして RB2 の隠しボス、そしてドミネイティッドマインドの主人公アルフレッドが登場します。海外ではあまり知られてませんが、ドミネイティッドマインドはリアルバートスペシャルをベースに1998年発売された PS1 専用のタイトルです。主人公のアルフレッドをはじめ非常に面白いゲームなので、機会があれば皆さんぜひ遊んでみてください。もちろん任天堂スイッチならではの機能として2人対戦プレイもできますので、ぜひ友達と一緒に楽しんでください。次回は KO15 公式トレーラーとサムライスピリッツシーズンパス3のキャラクターを発表します。ぜひご覧ください。